ここに俺が来たぞっていう証明をちょっと残しとこうと思う。おはようございます。おはよう。おはようございます。おはよう。今日はどこ抜けますか。今日これ小林邸っていうところの、あのシーリング工事社長の家ですよね。そうですね、まあ社長って言われとる人なんですけどなんか見覚えあるなと思ったんですよ。なんかミッチ君が勝手ヤシバ組んだとか言って動画で上げてたんで、はい、ちょっと僕らも忙しいけど小林さんが寝てる間に勝手にシーリングやったろうと思ってるんで。シーリングって結構静かじゃないですか。そうですね。社長って起きるんですか。そういう音が鳴る作業が僕らないんで、はい、まあガラスか何か割ったらセコムが鳴るみたいなんで、ちょっとガラスでも割って起こそうと思ってます。セコム鳴らして。やばくないですか。なかなかいいじゃないです。またガラス屋さん呼んで直してもらったら関係ないですもんね。じゃあちょっとやっていこうと思ってるんで、よろしくお願いします。タバコのポイ捨てはダメです。社長の家って、はい、もう窓周りばっかなんで目地がないんですよね。あ、そうなんですか。多分これの裏に目地が多分走っとるんですけど、はい、どこにあるかからも目地は無視して、はい、窓周りだけあのマシ打ちで施工していこうと思ってますんで、お願いします。お願いします。で、まあ普通にテープ貼って。それ何のためのテープなんですか。これまあ、あの材料が横に逃げたりとかして、はい、あで汚れちゃうもんで、まあ、汚れんために貼るテープ、はい、あ、そうなんですか。そうです。でもこれ本当に塗装屋さんのシールだと、はい、テープ貼らないです。あ、そうなんですか。とか塗装屋さんにシール頼まれて、はい、行ってもテープなんて貼らんでいいよって言われて、もう塗っちゃうから見えんくないからいいよ。あ、どうせ隠すからいいよみたいな感じで。そうそう。でもそれそのままやっても汚いんで、材料が逃げたやつがこの隙間とか埋まって、はい、その分かる人にやっぱ見たら分かるもんで。ああ、そうなんですか。そういうのをなくすために、まあ、テープ養生してやっていくって感じですね。っていうか僕動画めちゃめちゃ久しぶりなんですけど。そうですね、久しぶりです。この前まで入院してたんで。ああ、そうですね飲みすぎて。そう、あれ以来ですね。あれ以来ですね。なんか死んだっていう話になったんですけど、会社ではあんま僕会社も行かないもんで。そうですね、全然見ないですもんね。そうそうそう。もうあれから飲んでないですか。いや、あれからもう毎日飲んでますこれもし僕が入院してた頃の先生が見とったら、はい、多分怒られるです。絶対怒られますね数値が悪くなっとったらもう一回入院させるでねって言われたもんあ、でも前ほどは飲んでないですか。前より増えたから。前より増えたんですか。そうですね、やっぱこのストレス社会に負けてしまいました、はい、窓周りなんかはもう絶対塗らないんで、はい、これはもう絶対養生心とダメなとこ。あ、そうなんだ。たまに改修工事とか行くと、戸建ての、はい、誰がやったか知らんけど、もうぐちゃぐちゃなシールが窓とかについた時とかあるんですけど、はい、もう職人からしたら悲惨ですよね。あ、かわいそう。取れんもんで、はい、一回死んじゃったらお客さんも分からんもんで、やっぱどうしても。そうですね、そういうなんか専門的な知識ないと分かんないですもんね。うん。では、まあ、順番としてはテープ貼って、はい、で次にあのプライマーっていって接着剤みたいなやつを塗っていくんですけど、はい、もうほんとこれ塗らんとシーリングってくっつかないんで。あ、そうなんですか。そうです。これはもうほんと大事っすね。一応解説見れるんですよ。そうそう、一応解説しとかんと、やっぱ後で動画見たときに小林さんに怒られるもんねてか明日撮るってなってましたもんね。あ、そうですね、予定は本当は明日だったんですけど今日急遽来て勝手に社長の家シールしてるん でこれももう窓とかについちゃったら、はい、もう本当撮れないんで。あ、撮れないですか。そうです、撮ってもその跡が残っちゃうんで結局。へー。でそれでクレーム入れやったりとか結構あるんで、切って何回もはけで、はい、で塗ったらんとどうしても飛んでっちゃうもんで、まあ、こんな感じですね。はい、はい、あとは何ですかね、この辺に僕の名前でも刻んどいてもらってそれはやばくないですか。いいです、この辺多分名前刻んでもシール打っとけば多分バレもんでこんなとこ
ここに俺が来たぞっていう証明をちょっと残しとこうと思う。地味っすけど、ここに僕の名前勝手ほっとくもんで、やばこれ、大丈夫です。これ大丈夫ですか。大丈夫です。シールで埋めちゃうんで。あ、もうバレんすね。バレないです。でも多分塗装した後に、はい、このテープ分の厚みがシール残っちゃうもんで、なんだこれってなるかもしれないです。まあでも大丈夫ですね。あ、多分大丈夫です。気づかんす。あいつは気づかんす。今って何時ぐらいですか。今7時8分ですね。7時8分、はい、ちょっとそろそろ社長お越しに行ったろうかなと思ってるもんで、はい、もういつまでも寝てるもんで、奥さんと。そうですね。じゃあちょっとハンマー持って行こうと思ってます。行ってみよう。社長の家来たの今回初めてなんで、社長がどこにあの寝てるかが全く分かんないんですよ。ちょっと叩きながら進んでいこうと思ってるもんで、よろしくお願いします。この辺とか撮って、これこじゃれたもんついてるんですけど。ついてますね。なんかおしゃれじゃね。変にこだわっとる。誰が見るんだって。こんなところこんなんつけて、大工さんかわいそう。社長、社長、あそこっすね。うん、結構むついてますね。ちょっと邪魔だ。実際地味なんで、この仕事自体が起きないですね、この方も。こんなんじゃ多分起きない。全然来てこんがい、社長。こんな来てこんですね。本当に作動してんのかな。試したろか。セコムが何分で来るか試してみたみたいな。それか勝手にシール切ったわけか、ガラスの心。やばい。どの程度でセコムになるんだろうな。やべ。あ、やべ。何やっとんの。いや、セコムやっちゃった。何やっとんのお前。家庭シール今日じゃ明日だろお前。家庭シールうちに行きました。なんで足場と同じことやっとんの。社長なんで、ちょっともういいや。これなんでバルコンにネズミとやるんです。ハマったんですけど僕。逃げるぞ。じゃあネズミとりやべえ、これ。よし、どんどんお前、明日じゃなかったお前。え、明日だろう。僕これからまだ現場があるんですよ。あ、そういうこと。はい。で、俺お越しに来たのこれさ。そうです。でも途中やりで今日は帰るんで、明日また来ます。お越しに来ただけ。そうです。モーニングコーです。さっきじゃねえってお前。いや、またなんかパンパン言うなんて、もうなんか誰だろうと思って。おい、勝手に来ちゃいました。お前またおるやねんか。おはようございます。おはようございますじゃねえってよお前。なんでまたおんのお前。なんか面白そうなことやるって聞いたんで、うん、僕もついてこうかなと。お前闇ホームズ。なんなんだお前。にもうこんなんだったら俺と暇なもんで言って、じゃあ足場組んで登場していいぞってさ。もうこんなんだったらやりだねえよ俺。明日また来るんで。もういいわこんなん。もう足場変えてさせるわ。塗装も毎日これやられたからもう俺。まあちょっと仕事もね薄いですけど、コロナで薄いですけど、あ、ちゃんとマスクしとるな、偉いな。はい、まあそんな感じです。まあなんで俺を締めなかんだいたい。お前締めろって。お前がお前勝手なことしとんだもんね。お前、世の中で正解はありません。全然なんか名言みたいな感じだけど、意味が分からん。正解はないけど、俺の家ここ寝とる時にガラス叩いとるのが正解じゃないと思うよ俺は。従業員の愛です。従業員の愛じゃねえと思って、安らかに眠ってくださいって思えよお前。添い寝しろよ。じゃあ、いや、それは偉いです。俺が、ね、もう寝とる時にモーニングルーティーン添い寝してみたいな、そういうんじゃないよ。
今度こっそり添い寝してみたいな。添い寝しといて作業着でやめてよ作業着でパッて起きたらお前がこれで添い寝してるからそれはやばいよね。お前笑っとんだってお前面白かったんで。面白かったじゃねえってお前まあちょっとコロナの影響で、まあ、皆さんも仕事暇でね楽しくないと思いますが、うちの YouTube 見て楽しんでください。もう最近ちょっとインスタもあったの。お前インスタやってる？やってないです。いや現代人じゃないんで。お前だって YouTube やってないやってないもん、はい、会社のアカウントと、まあ、個人のアカウントも全部あるんで、ぜひまた登録して、まあ、そっちはそっちだけ の、 あの情報とかも発信しようかなと思ってますんで、ぜひ登録もお願いします。また見てね。七時ぐらいから。テンポあったやん。はい。そう。はい。これずっと撮った。ここに昨日からいました。嘘つくなよ。俺の通り。はい。ずっと撮ってました動画。じゃあ俺自分の体でいたずらしとるの聞こえてた。聞こえてました。俺一人でああああで一人で言っとったの聞こえてた。はい。それ見て僕もバルコニーでああああ言ってました。聞こえるだろお前。ちょっとその辺飛んじゃったかもしれない飛んでもいいよ、もう別に成長かけんねお前が大体言わんかよ、お前。はい。大体うちの動画お前やらせなんだもんね。前もって連絡入れてこんかいガチンコやめろガチンコやめろだろだろガチンコやめてくれ。いや俺もやっぱ顔ってもんかよね塗り替え道場の代表としても役としての顔もあるね